妻、小川真理と共に、三雲昭之介は、京都市上京区出身の洋画家。春陽会会員、武蔵野美術大学教授、武蔵野美術学園学園長を歴任。1923年に、京都帝国大学文学部史学科中退。中学の同級生だった、批評家、田地下健三の誘いで突仏し、パリで、富津文学者、小松清と知り合って、 油絵を描き始める。アカデミーコラロッシに通い、シャルル・ゲランに指示。1926年、サロンド・ートンヌに初入選。1935年に帰国後、春陽会へ出品。1943年に春陽会会員となる。太平洋戦争中は、札幌市に疎開し、終戦直後に小川マリと結婚。全道美術協会の創立に参画したほか、 夫婦で札幌洋画研究所の講師も務めた。その後東京に移り、日本大学芸術科講師、武蔵野美術大学教授を歴任。戦前は印象派風の風景画を描いたが、戦後は球体を継承化した作風に転換。評論活動も行い、モダニズム作家の騎士と目された。1983年、武蔵野美術大学に三雲小学基金、 三雲記念賞が制定された。最後まで過ごした武蔵野市のアトリエ兼住居は、2005年、夫人小川マリの死後、学校法人武蔵野美術大学に寄贈された。ありがとうございます。